ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、囚人の皮膚でブックカバーを作った、狂気のナチス女看守、イルゼ・コッコについて解説するぜ。もうすでにヤバそうな感じしかしないわ。霊夢はエドゲインを知ってるか？エドゲイン？エドゲインは、サイコや悪魔の生贄、羊たちの沈黙に登場する、サイコキラーのモチーフとなった殺人鬼だよ。羊たちの沈黙は見たことあるわ。そのエドゲインが敬愛していたのが、このナチス女看守イルゼコッコだったんだ。そうなの？殺人鬼に愛されるってことは相当ヤバい女性だったんでしょうね。何せ収容されている囚人の皮膚でブックカバーを作るくらいだからな。人の皮膚でブックカバーを作ろうという発想、イカれすぎてて怖さを通り越してくるわ。というわけで今回は、囚人の皮膚でブックカバーを作った、狂気のナチス女看守イルゼコッコについて解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。イルゼコッコはナチスの一員としてブーヘンバルト強制収容所の監視となり、収容された囚人に数々の拷問を繰り広げたことで知られている。また、拷問の果てに囚人が死ぬと、臓器を取り出して装飾品にした。この時同時に皮膚も剥ぎ取られ、その皮膚はブックカバーやランプシェード、手袋を作るために使用されたというぜ。クレイジーすぎてついていけないわ。ナチスはこの世で最も看守にさせてはいけない人を看守にさせてしまったようね。それではここから、イルゼの生涯を追っていこう。追いたくないけど、お願いします。イルゼは農場経営者の父の娘、マルガレーテ・イルゼ・ケイラーとして、1906年、ドレスデンに生まれた。本名はマルガレーテなのね。狂気の女看守はどんな幼少時代を過ごしたのかしら。イルゼは子供時代はおとなしく、目立たない子だったようだ。ああ、ぽいわね。学校の先生はイルゼを礼儀正しく、幸せそうであると評価していたようだな。目立つような子供じゃなかったけど、それなりに楽しく暮らしていたのね。イルゼはその後、15歳になると手に職をつけるために職業学校に入学し、学校卒業後は簿記の仕事に就いたんだ。めっちゃ真面目、その若さで自分の将来を考えられるなんて偉いわ。そして簿記の仕事をしていた1932年当時、イルゼは当時人気が高まっていたナチス党の一員となるぞ。ナチスが人気だったって信じられないわ。そもそもナチズムは、民族を軸に国民を統合しよう、という、ドイツの伝統的な右派、保守思想の影響を強く受けたものだったので、ドイツ国民には割と受け入れやすいものだったようだな。マジなの。もともと親和性が高かったのね。なので、イルゼがナチス党に入ったからといって、彼女が過激派だったわけではない。確かにナチスって暴力で政権を強奪したんじゃなくて、国民の支持を受けて順当に上り詰めたんだもんね。そう考えると、どの時代、どの国でも、ナチス的なものは生まれる可能性があるのか。イルゼが簿記の仕事をしていた当時のドイツは、第一次世界大戦に敗れた後で経済が破綻していた。なので、ナチスはドイツ国民にとって希望だったんだろう。第一次世界大戦で敗れたことでヒトラーという悪魔が生まれたってのが皮肉よね。ちなみに近年でもスウェーデンやフランスなどで、移民排斥を掲げる極右政党が躍進している。経済が悪化すると、人は過激な思想にすがったり、現状を誰かのせいに従るものなのかもな。これから経済は悪化する一途だってのに、怖いこと言うじゃない。その後、イルゼはナチスに入党したことをきっかけに、簿記の仕事を辞めてザクセンハウゼン強制収容所で、監視兼秘書として仕事をするようになる。もう監視になってる。この頃からイルゼのサディズムは目覚め始めていたのかしら？いや、この時はまだだと思うぞ。イルゼが監視として囚人に傍若無人な振る舞いをするようになったきっかけは1936年に訪れるんだ。何がきっかけでイルゼはサディズムに目覚めたの？それは、ザクセンハウゼン強制収容所所長で、ナチス親衛隊幹部のカール・オットー・コッコとの結婚だ。なるほど、所長と結婚したことで、イルゼは急に権力を手に入れ、それで無茶苦茶するようになったのね。そういうことだ。結婚した二人は翌1937年にブーヘンバルト強制収容所に栄転する。なのでイルゼが狂気に目覚めるのはブーヘンバルトに行ってからと考えていいぞ。このチャンネル、権力を手に入れてヤバい奴になる人間が登場しすぎじゃない？その意味では、人間の本質を教えてくれる教育的なチャンネルと言えるよな。自分で言うんじゃないわよ。イルゼが所長夫人となって初めにしたことは、囚人から不当に金を巻き上げることだった。巻き上げた額はなんと1億円にも上ったというぜ。典型的な悪代官じゃない。そしてその1億円を使って、イルゼは自分専用の屋内乗馬場を囚人たちに建設させたという。強制収容所に自分専用の娯楽施設を作っちゃったのね。
その建設中、イルゼは気に入らないことがあると作業に当たった囚人を乗馬用鞭で打ちのめし、約30人の囚人に致命傷を負わせた。中にはこれが原因で死んだ者もいたようだ。イルゼの狂気がもう顔を覗かせているわね。ちなみに彼女は乗馬場の完成後、毎朝乗馬を楽しんだそうだぜ。でしょうね。所長夫人となったイルゼを止められる者は周りに一人もいなかった。それゆえ、強制収容所内でイルゼは好き放題に振る舞うことが許されていたんだ。もうすでに嫌な予感しかしません。中でもイルゼが一番ハマっていたのが、男性の囚人に拷問を加えた後に性的な挑発をすることだった。なんそれ？なんでも彼女は、上と拷問でフラフラになった男性囚人の周りで、肌を露出した服装をしていやらしいポーズを取ったりして挑発したそうだ。イルゼの趣味が盗作しすぎててついていけません。さらに、囚人同士に性行為を強要したり、飼い犬に助手を襲わせたりといった性的虐待も娯楽の一環として堪能していたようだな。イルゼって性に関する拷問が多いようだけど、これって何か原因があるのかしら。これは完全に推測に過ぎないが、どうやら夫のカールが同性愛者だったらしく、結婚後に自分から他の男性に乗り換えたっぽいんだよな。つまり自宅では、自分の性的欲求を満たすことが叶わなかった。その吐け口を囚人たちにぶつけていたんじゃないだろうか。そういう背景だったのね。結婚する前は知らなかったのかしら？彼らの所属するナチスは同性愛者を処刑しまくる方針だったらしく、言えなかったんだと思うぞ。それは、隠し通さないといけない秘密だわね。と言ってもイルゼにはバレてたようだけど、そりゃ一緒に暮らしてたらバレるだろうな。イルゼも内心は別れたかったけど、別れちゃうと所長夫人の権力を失うから、仮面夫婦を貫くことにしたのかもね。イルゼは自らの拷問で囚人が死ぬと、その遺体から皮膚を剥ぎ取った。そしてその皮膚を使って、ランプシェードやブックカバー、手袋を作ることを趣味にした。これはもう完全に悪魔の生贄ですわ。本当に現実にこんなことをやるイカレ野郎がいるのか？という疑問が湧くかもしれないが。確かに、フィクションでもちょっとやりすぎな感じがするわよ。コッコ家の別荘で庭師として働いていた、元収容者のカートグラスという男が、後に裁判でこう証言している。イルゼコッコは人間の皮膚で作られたランプシェードを欲しがっていた。ある日、彼女は選ばれた囚人全員の服を剥ぎ取り、整列させた。彼女は気に入った入れ墨の囚人を見つけたら、乗馬用鞭でそれを刺した。選ばれた囚人は注射を打たれて殺害され、その皮膚を剥がされた。事実は小説よりもきなりー。また、イルゼは収容所内で石の愛人を作った。そのため、囚人が死んだら石に肺、脳、心臓、肝臓などを取り出してもらい、それを装飾品にして家に飾ったようだ。え、家の中に臓器飾るの？家の中に臓器飾るの。夫は妻の気功をどう思ってたのかしらね？さあなあ。もしかしたらイルゼの関心を完全に失っていたのかも。イルゼは他にも、囚人から首を切り取って星垣ならぬ星首を作る、なんてこともやったようだぞ。やべえ。どのホラー映画のサイコキラーより怖いわ、イルゼ。イルゼが一連の非道な行為をやった証拠として、ブーヘンバルト記念館に臓器標本や入れ墨入りの皮膚が保管されているぞ。うわ、マジでやってたんだ、イルゼ。さすがに引くわ。その一方で、ランプシェードやブックカバーは、物的証拠が残っておらず、真偽のほどが定かではなかった。イルゼならマジで作ってそうだけどね。物的証拠が発見されぬまま何十年も時が過ぎた。人々はイルゼのことを忘れかけていた。そんな中、2020年に激震が走る。2020年ってつい最近よ。なんと、囚人の皮膚を使ったナチスの写真アルバムが発見されたんだ。やっぱ本当に作ってたのね。なんと、このアルバムはポーランドの骨董市で普通に販売されていた。じゃあ誰でも買える状態だったんだ。革表紙にタプーと人毛があって異臭がしたことから、このアルバムを買った人が、これ、ひょっとして強制収容所で作られたものじゃね？と思い、アウシュビッツ記念博物館に調査を依頼したそうだ。その結果、ブーヘンバルト収容所でホロコーストの犠牲になった。囚人の皮膚を使っていることが分かったそうだ。アルバムを買った人、よく気づいたわね。ポーランドには、かの悪名高いアウシュビッツ強制収容所があったからな。多少場所は違えど、連想するのはそんなに難しくなかったんじゃないか。そっか。歴史は続いているのね。ちなみにアルバムは、ナチスによる悪用の一つの証拠として、そのままアウシュビッツ記念博物館に所蔵されたそうだ。なんでも、ブーヘンバルト強制収容所には囚人が働かされていた製本所があって、このアルバムもその製本所で作られたそうだぜ。つまりそこで働かされてた人は、自分たちの仲間の皮膚でアルバムを作らされてたってわけね。いやでも自分の未来を想像してしまうわ。
ここで働かされていた方の一人が、本や財布といった日用品を作るのに人の皮膚が使われていた、と証言しているので、現存はしていなくとも、イルゼが皮膚でいろんなものを作らせていたことはほぼ間違いない。こんなアルバムが出てきたら、否定する余地がないわね。イルゼの振る舞いを近くで見ていたナチスの親衛隊員は、彼女のことを、ブーヘンバルトの魔女と呼んだ。魔女なんて一言では収まりきらないおぞましい何かがあるわよ、イルゼには。所長夫人という最強の肩書きを武器に、収容所内で狼藉を働いていたイルゼだったが、乗車必須とはよく言ったもので、1943年に夫のカールが運営怠慢と横領、偽造の罪で内部告発されたことを機に、自分の立場も一気に危うくなる。カール、めっちゃ積み重ねてんじゃん。極刑判決を受けたカールは、そのままブーヘンバルト強制収容所でナチスによって銃殺刑に処された。この時、イルゼも横領着服容疑で裁判にかけられ投獄されたものの、彼女は証拠不十分で無罪となったんだ。容疑はあくまでも横領着服だったのね。無罪となったイルゼはその後、3人の子供と一緒に暮らしていた。そんな折、1945年5月に終戦を迎える。これによってドイツの統治権が米英仏その連合国に移行した。このタイミングで、イルゼはアメリカ当局によって再び逮捕された。ドイツ側の悪用を裁く時が来たのね。ここから戦犯イルゼの裁判が始まる。これは長い戦いになりそう。裁判の最中、衝撃的なことが2つ起こった。1つは、法廷に立ったイルゼが41歳の身でありながら妊娠8ヶ月だと発表したことだ。え？イルゼが妊娠？誰と？アメリカ当局に捕まって以来、イルゼが接触した男性は尋問官のみだ。つまり、イルゼは尋問官を誘惑して関係を持ったということになる。尋問の場でもそんな行為に及ぶとは。さすがイルゼ、想像を超えてくるわね。なお、尋問官は複数いたため、どの尋問官と関係を持ったのかは明らかになっていない。意外と全員だったりして。そしてもう一つが、これだ。何これ？これは、人間の脂肪から作られた石鹸。ソ連は、イルゼとナチスの親衛隊が、人間の脂肪から石鹸を作ったと告発したんだ。そしてその石鹸が法廷に陳列された。まあ、イルゼならやってても不思議じゃないわね。1947年8月19日、イルゼは、戦争の法律と習慣を破ったとして終身刑を宣告されるものの、翌年には証拠不十分で4年の懲役に減刑される。めっちゃ減刑された。今でこそ臓器標本や入れ墨入りの皮膚、アルバムといった物的証拠が見つかっているものの、当時は戦後の混乱期ということもあって証拠が見つからなかったんだな。捕まる前に、証拠となるようなものは燃やすなり捨てるなりしたんでしょうね。しかもイルゼは1949年に恩赦で釈放されることとなる。4年の懲役すら全うせずにシャバに出てきてしまったんだ。不条理。だが、イルゼのあまりにも早い釈放に当時の人々も憤慨したらしく、同年、西ドイツの司法当局が再逮捕。イルゼは西ドイツの裁判所で再び裁判にかけられることとなる。そうなって叱るべきよね。1951年1月、裁判にかけられたイルゼは囚人虐待の罪で、終身刑を宣告された。ようやく正当な判決が下されたわ。なお、イルゼが裁判中に妊娠した。父親不明の男の子は彼女の他の子供たち同様、里子に出された。母親が刑務所に入るわけだから、里子に出すしかないわよ。刑務所にいる間、イルゼは何度も抗争申し立てたが、常に却下され続けた。国際人権委員会にまで抗議をしたようだが、それも当然ながら認められなかった。これを認めたら司法の存在意義が危ぶまれるって。イルゼは1967年、ドイツのアイヒャッハ女性刑務所の独房で、生き残った囚人に殺されるという妄想に取り憑かれて自ら首を吊った。この時、彼女の足元には遺書が残されていた。その遺書にはこう書かれていた。死だけが救い。ここまで1ミリも同情できない遺書はないわね。彼女の遺体はアイヒャッハ女性刑務所内の墓地に埋葬されたが、その墓には名前さえ記されていないという。完全に自業自得じゃない。さて、囚人の皮膚でブックカバーを作った。狂気のナチス女監修イルゼコッコについて解説したが、どうだった？彼女がエドゲインに愛されるレベルの狂人であることがよくわかったわ。フィクションの殺人鬼を軽く凌駕する激ヤバ女だったわね。強制収容所というとガス室での大量虐殺が有名だが、収容所によってはこういうヤバい監修がいて、お遊び感覚で囚人たちの命がもてあそばれていたんだ。収容所って極端なまでに監修側のパワーバランスが強くなる空間だから、監修を野放図にすると、こうした事態を引き起こしやすいんでしょうね。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。
狂気のナチス女監修イルゼコッホのヤバすぎるエピソードはいかがでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら高評価とチャンネル登録もよろしくな。